この試合は2020年度秋季リーグ第5戦筑波大学対中央大学の試合となります。ここで中央大学のベンチメンバーを紹介したいと思います。じゃあここでですね、筑波大学のスターティングセブンをね、紹介したいと思います。はい。さあ、入場が、整列が始まりましたね。独特の緊張感というか、はい、無観客っていうことでいつもと違う感じになってるんですが、もう間もなく、はい、中央大学のスローオフでスタート。はい。22番蔦谷大河選手でポストが、お、24番川内直樹選手ということで、まあ、最初は平尾さんがナイスキーです、ね、止めましたね。今腰をこう多分狙ってたと思うんです。そうだな、おお、決めました。キャプテンの坂野選手が決めました。ナイスです。お、うわー、佐野さんナイスプレーですね。一回取れますかね。これは飛ばした。お、三輪さん、おお、4年の三輪選手が決めました。かっけー、琉球のファンタジスタ。ベイグさん大きくて動けるって。お、ずれた。お、正代さん、おお、4年のファンタジスタ選手が決めました。動いちゃったところをもうクイックで相手スクリーンで、ね、お、飛ばしパスでから正代さん、うわー、おお、ビューティフォーですね。素晴らしいです。今日2分の2犯罪権選手決めてますね。点取ってくれって。さあ、サイドが切っていった。このフォーメーションはバルサって言いますね。さあ、パスをつないで打つか陽太。うわ、うわ、うわ、うわー、佐野さん決めるか。うわー、しっかりとキーパーのね、役をついていきました。あー、ね、うまいですよ、上手ですよね。おった、いけるか。あー、今の惜しかったですね。打ったか。お、出た。うわー、優雅ナイスシューです。増やして試合に向けて絞っていくみたいな。さあ、平尾さんナイスキー。さあ、速攻いくか。さあ、ずれてるか。いく、うわあ、やばー、すごいな。思わずえぐーしか出ませんね。これはこれぞ優雅。さあ、優吾から三輪さんが真ん中切ってって、1対1いくか。お、強い、いくか。うわ、うぃ、今のエグさ伝わりますかね、カメラで。いや、今2枚目うまくかわしましたね。お、矢野さん、うわあ、落ち着いてますね、キーパーが。そうですね、多分行くか。お、行った、開いた。うわー、よー、お、退場ですね。21、さあ、行くか、ずれた、ヨータ。うわー、キーパーよく見てます。ヨータナイスシュー。あ、はい、岩崎選手が決めてきます。うまかったですね、今まで。美しい。お、ずれた、ヨータ。うわー、これはしっかり決めてきます。あー、キャッチ。お、お、あー、一盛り上がり。前半は12対11で筑波大学のリードで終わりました。もうもしダメやったらもう全然止めて、こっち側で全然止めてもいいし。
特に中盤のメンバーが変わった時なんかは一本ちょっと止めて、はい、丁寧に。で、ここです。ダブルポストに落ちて。さあ、ナイスパス。秋。よいしょ。今のは3番浅野秋入選手、弟ですね。183センチ84キロ、富士高校、綺麗に入れます。いく、うわ、うわ、うわ、たっぷり上げました。皆さん、優雅、強い。お、出た、優雅だ、うわ。今のは、いや強い。さあ、パス繋いで、お、開け、お、優雅、うわあ！もう一回、行くか、優雅、うわあ！目の元優雅選手決めてきますね。さあ、うお、うお、ナイスキー。伊藤修一郎選手、炭酸すぎて男でもハニートラップに引っ張ります。お、抜けたか、うお、うわー、ヨータよく見えてんな、ほんとディフェンスも完璧。 OK、 ずれた、よいしょ。浅野秋入選手、弟秋入、さすがですね。うわ、回った、お、うわー、だー、うわー、土井さん、うわー、かっこいい。あ、ずれた、うわ、おー、周一郎さん、ナイスキー。渾身のガッツポーズ出ました。あれ、スリーバックみんな4年生です。お、ナイスパス、矢野さん、うわー、ナイス、確実に決めていきます。お、よわー、中央がこう熱くなってるところを冷静にね、ここは決めてきました。宮選手冷静でしたね。ここで試合終了です。26対23で中央大学の勝利です。